はい、今回のシンセサイザーレシピはですね、バレンタイン企画としまして、可愛いサウンド、その名の通りなんですけども、可愛いめの音をですね、2日間にわたってこのマッシブでお届けしていきたいと思います。また今までですね、お届けしてきましたこのレシピのサウンドを少し変える、もしくは打ち込み方法を変えるだけでですね、また違った感じになるので、このあたりも復習を兼ねて混ぜていきたいと思います。それでは入っていきたいと思います。以前にですね、サイン波を使ったオブリガードといって、かなりですね、丸くて可愛らしい音。この音ですね。ちょっとですね、これだけじゃ面白くないということで、こちらですね、ボイシングのモノロテート、そしてレガートトリガー、そして最後にですね、オシレーターのこのグライドで、このようなですね、倍音が少ない丸い音というのはですね、割と可愛らしい印象を与えることができます。例えばこれに合わせてですね。という形も合いますけども、ここでですね、アルペジオ。このようなですね、フレーズを用意しました。これ見ていただきますと、32部で刻まれています。これを聞いてみていただくと、こんな感じに。で、さらにですね、これにグライドを加えるということで、音をつなげます。そうすると、このような、形になります。今、こうなってくると、グライドが遅いので、適度にですね、タイムを決めてください。リバーブも入れます。またこれにですね、もう一工夫するとなると、こう、パンをですね、振ってしまうと。速さは、このレートで。こういうのも非常に可愛らしいかなと思います。そして次はこのリードですね。今デフォルトの状態ですと、このようなフレーズ。これをですね、ちょっとファミコンっぽくするというレシピも紹介していましたね。こちら、スクエアにすることでも簡単にファミコンっぽいと。はい。そして可愛らしい音の特徴としましては、音がですね、ちょっと短めに入っているということで、こちら音量ですね。まずアタック、すぐに音が入ってきますと。そしてここですね、サスティンレベル。今全開なので音が減衰しないということになりますので、これをゼロに下げます。あとはですね、ディケイでどのぐらいの速さでゼロになっていくのか。これでノリを作っていきます。こういった形でしょうか。そしてこれに対してディレイ。シンクドディレイというのがありまして、これは8分音符、4分音符なんかでこう決めて返すことができます。フィードバックは繰り返し回数になりますね。少し下げ目にしておくとナチュラルになるかもしれません。そして次からなんですけども、こちらエフェクトをかけてみましょう。どういうエフェクトをかけるのかと言いますと、このサンプル&ホールドというものですね。このピッチを変えて音質感を整えて、そのかかり具合ですね、ドライウェットで決めます。こんな感じでですね、レトロな感じになって楽曲にアクセントを当てることができるというものです。そして今回最後の音になるんですけども、ちょっとタムでですね、リズムの飾り付けをしてみようと思います。生ドラムのタムですと、ちょっと迫力出てしまうかもしれませんので、こちらはですね、エレドラを使ってみましょうか。以前にですね、エレクトロなキック、これを解説させていただきましたけども、これをちょっと変えるだけでですね、タムの効果を出すことができます。まずそのキックのプリセットを読んでみましょう。そのプリセットはですね、ホームページからダウンロードできます。もちろん作り方も解説していますので、こちらもご参照いただければと思います。これが読み込んだ状態ですね。で、今見ていただきますと、1番、2番、こちらでですね、ピッチをコントロールしてキックの音を作っています。1番の DK ですね。ですと低いんですけども、上げていきますと、こんな感じでタムっぽくなります。実際にこれで打ち込んでみましょうか。最後のところに音程差をつけて、ちょっと打ってみますね。この部分ですね、聞いてみていただきますと、こんな感じですね。非常に可愛らしいタムができるということです。このサウンドですね、いろいろなところで使われますので、こんな感じでですね、自分で作ってしまうこともできるというところを覚えておいてください。で、今回のポイントなんですけど、丸めの音を使ってみるとか、音はですね、割と短めにして可愛らしい雰囲気を出すとか、このようなところをですね、中心に覚えてください。といった感じで次回の動画につなぎたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。